5月7日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。盛岡一レース。予想上位はライブマスタード。目標タイムは1分 28.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。盛岡2レース。予想上位はカシノフワード。目標タイムは1分 28.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。盛岡3レース。予想上位はニトロジャーニー。目標タイムは1分 28.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡4レース。予想上位は神の鳳凰。目標タイムは1分 1.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡5レース。予想上位はヤマニンアルマーレ。目標タイムは1分 1.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。盛岡6レース。予想上位はマルケイ・ベスパー。目標タイムは1分 14.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。盛岡7レース。予想上位はエイシン・モシリー。目標タイムは1分 14.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。盛岡8レース。予想上位はマナホクレレー。目標タイムは1分 1.0 秒です。荒れる傾向が強いです。盛岡9レース。予想上位はリスレツヨ。目標タイムは1分 14.3 秒です。荒れる傾向が強いです。盛岡10レース。予想上位はハピネス合算。目標タイムは1分 14.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。盛岡11レース。予想上位はアジアの海賊。目標タイムは1分 40.7 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。盛岡12レース。予想上位はロングネーション。目標タイムは1分 40.5 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。川崎1レース。予想上位はコルネットロッソ。目標タイムは1分 32.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎2レース。予想上位はパトオーン。目標タイムは0分 56.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。川崎3レース。予想上位はルートビヒ。目標タイムは1分 39.4 秒です。超荒れそうな予感がします。川崎4レース。予想上位は玉のフィオーレ。目標タイムは1分 32.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎5レース。予想上位はサラサグッドワーク。目標タイムは1分 31.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。川崎6レース。予想上位はドミネートシティ。目標タイムは1分 38.5 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。川崎7レース。予想上位はムーラン・アルザン。目標タイムは1分 32.3 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。川崎8レース。予想上位はグレートノイズ。目標タイムは1分 39.1 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。川崎9レース。予想上位はサンエイジロー。目標タイムは0分 55.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎10レース。予想上位はリッチアディール。目標タイムは2分 11.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。川崎11レース。予想上位はベールトマラン。目標タイムは1分 44.6 秒です。荒れる傾向が強いです。川崎12レース。予想上位はマイアミ。目標タイムは1分 38.2 秒です。
超荒れそうな予感がします。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。マナーザマジック、ロジフェーブル、名称ユフィン、マーゴットミトス、神の法王、グルノユジョーヌ、ドラマ、ミキのイチゴ、ティーズハンター、メリア、チェリーブリーズ、ハピネス合算、アザル、トランセンドパスト、ネオネオモッツ、ナガタエナジー、カタルシス、アフロジータ、カシスオレンジ、フィラメント、ティノモラーン、アンジェリカル、帝国、レモンアイカ、鬼の卵、エスペラード、エキルリ、ベストオブケリー、東グレープ、サンエイジロウ、北高花道、キャッツライズ、モンゲイハガネ、ライジングサミット、ゲットアップゲート、トライコーン、マイネルスキーブ、ドゥフレッシュ、白心レガロ、スマッシュキング、チョコラータ、当選人ライム、2M プライド、カッチャオ、ピースワンパルフェ、ウェルメイド、ヤマニンエピクーレ、レアリアルノオブ、ディレクター、時のキングダム、玉のフィオーレ、スカイロック、冬の大三角、ウィーン・フランドル、パンディーロ、カルゼッタ、ガルガニック、ジー・ソウル・ブラザー、バトル・ホッパー、リッチ・アロマ、チェナ・ホープ、ロマン・スピネル、リッチ・アディール、トレンチ・タウン、グローリアス・メイ、マイアミ、銀座・ターゲット、マン・オブ・スピリット、フェアリー・ティンク、ヤマニン・ビロー、カシノ・フォワード、ハロー・マイ・フレンド、モール、クレーン・ロケット、ダズン・フラワー、ゴーゴー・ダンサー、マルケイ・ベスパー、マナホ・クレレ、パーム・アイル、フェスティブ・メノコ、冬の空、ホーヨー・クリスタル、ハドソン・ホーク、ピシュマニエ、アルピニズム、エコーロワカ、グローサーベア、アオイカズマ、アブシンス、セントサレディ、フレンドアリス、工業サウス、名称ケイゼン、デアフリンガー、グラントンアロー、パトウォーン、ロデオフリップ、セキノアトラス、エルフィナ、カエセイスパート、カンタナル、キタノファルコン、キタノパッション、ルチルチェコ、サラサグッドワーク、シルバギンジ、アナザービータ、グラスアラバニーユ、キングオブカズ、モエヨドラゴン、ハッピーガレー、レールトマラン、コスモビートイット、ダイナミックリュ、オリコーキング、フォトウェディング、ドナマギー、富士ファンタジスタ、プレジールズッキー、ドナルビー、ナチュラルボーン、クライアウト、イサチルアルマーレ、トップフェイス、リスレチオ、ベストコレクトパリ、ドンドミノ、パクスジャポニカ、デイレイディーバ、夏葉夜、コルネットロッソ、グレートノイズ、盛岡第一レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは2番シンキングスカイが好スタートを切った。2番手は4番マナーザマジック、8番ライブマスタードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ライブマスタード。その後には4番マナーザマジックと2番シンキングスカイが続きます。8番ライブマスタードそのまま独走か。8番ライブマスタードが1着見事。続くは4番、5番、さあ、盛岡第2レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは9番ビクターゾロが先頭に立ちます。後を追うのは8番カシノフォアと4番マイラブジャックか。レース後半に入ります。
最初に第4コーナー回ったのは4番マイラブジャック。その後には8番カシノフォワートと2番バラージファイアが続きます。8番カシノフォワートが先頭に立つか、先頭か。8番カシノフォワートが1着見事。続くは4番、5番、1番か。盛岡第3レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。7番ニトロジャーニーが早速先頭を取る。7番ニトロジャーニーの背後には8番きっかけ、9番マーゴットミトスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ニトロジャーニー。その後には8番きっかけと6番モールが続きます。6番モールが先頭に立つか、先頭か。6番モールがゴールイン。続くは7番、5番、8番か。盛岡第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。8番ラミアビータが早速先頭を取る。並ぶように2番ササキンローズ、10番メダーリアフレイムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ラミアビータ。その後には1番カミノホウオーと2番ササキンローズが続きます。5番クレーンロケットが先頭に立つか、追い抜くか。5番クレーンロケットが1着見事。続くは3番、9番、1番か。盛岡第5レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは7番メロニカブレインが好スタートを切った。その後ろには2番セイシーキング、5番ヤマニンアルマーレか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番メロニカブレイン。その後には5番ヤマニンアルマーレと2番セイシーキングが続きます。5番ヤマニンアルマーレが後ろから追ってくる。先頭か。5番ヤマニンアルマーレがゴールイン。続くは2番、8番、3番か。盛岡第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは2番アドバンスソング。2番手は7番レフトフィールダー、8番マルケイベスパーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番アドバンスソング。その後には7番レフトフィールダーと8番マルケイベスパーが続きます。8番マルケイベスパーが追い上げてくる。先頭か。8番マルケイベスパーが1着見事。続くは3番、4番、6番か。盛岡第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。5番ザブルースが早速先頭を取る。後を追うのは9番エイシンモシリ、6番リトルシスターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番エイシンモシリ、その後には5番ザブルースと6番リトルシスターが続きます。7番ドリームキャッチが後ろから追ってくる、先頭か。7番ドリームキャッチが1着見事。続くは2番、9番、8番か。盛岡第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。11番ピシュマニエが早速先頭を取る。後を追うのは10番チェリーブリーズ、9番プリマウェイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番マナホクレレ。その後には10番チェリーブリーズと11番ピシュマニエが続きます。11番ピシュマニエが先頭に立つか、先頭か。11番ピシュマニエがゴールイン。続くは1番、9番、10番か。盛岡第9レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。先頭を走るは6番 2M プライド。その後ろには2番アルピニズム、9番グローサーベアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番アルピニズム。その後には6番 2M プライドと9番グローサーベアが続きます。1番リスレツヨが先頭に立つか、追い抜くか。1番リスレツヨが1着見事。続くは3番、4番、2番か。盛岡第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。10番マグシンスが前に行きます。後を追うのは8番スーパーマルキア、6番青い勝間か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番青い勝間。その後には8番スーパーマルキアと10番マグシンスが続きます。4番サトのマッスルが後ろから追ってくる、先頭か。4番サトのマッスルがゴールイン。続くは1番、6番、5番か。盛岡第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは2番ピースワンパルフェが先頭に立ちます。その後ろには5番ネオネオモッツ、6番フレンドアリスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ピースワンパルフェ。その後には5番ネオネオモッツと9番マジアの海賊が続きます。9番マジアの海賊が追い上げてくる、先頭か。9番マジアの海賊が1着見事。続くは2番、10番。盛岡第12レース、各馬、揃って。
さあ、スタートしました。4番ペインキとブルーが早速先頭を取る。2番手は11番モンサンイルベンと5番ブルースカイラニカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ゴールデンギフト、その後には5番ブルースカイラニと1番ローグネーションが続きます。5番ブルースカイラニそのまま独走か、逃げ切れるか。5番ブルースカイラニが1着見事。続くは6番、1番、3番。川崎第1レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは10番ゴルネットローソが好スタートを切った。2番手は8番富士ファンタジスタ、9番エルバカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ゴルネットローソ、その後には9番エルバと8番富士ファンタジスタが続きます。10番ゴルネットローソそのまま逃げ切れるか、独走か。10番ゴルネットローソが1着見事。続くは9番、11番、1番か。川崎第2レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは2番パトウォンが先頭に立ちます。2番パトウォンの背後には6番雲上の女神、9番ソレイユブランカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番パトウォン、その後には6番雲上の女神と9番ソレイユブランが続きます。2番パトウォンそのまま独走か、逃げ切れるか。2番パトウォンがゴールイン。続くは6番、4番、5番か。川崎第3レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは8番武蔵が先頭に立ちます。後を追うのは4番ミスティライラック、11番グッモーニンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番グッモーニン、その後には12番ルートビヒと8番武蔵が続きます。12番ルートビヒが追い上げてくる、追い抜くか。12番ルートビヒがゴールイン。続くは1番、11番、2番か。川崎第4レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。6番ブラウオリゾンが早速先頭を取る。6番ブラウオリゾンの背後には2番メイショーリリアム、4番タマノフィオーレか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ブラウオリゾン、その後には4番タマノフィオーレと2番メイショーリリアムが続きます。4番タマノフィオーレが先頭に立つか、先頭か。4番タマノフィオーレがゴールイン。続くは9番、8番。川崎第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは6番リコールイーズ。並ぶように7番サラサグッドワーク、1番北のパッションか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番サラサグッドワーク、その後には6番リコールイーズと1番北のパッションが続きます。7番サラサグッドワークそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番サラサグッドワークが1着見事。続くは1番、12番、9番か。川崎第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは5番パンディーロが先頭に立ちます。その後ろには8番ドミネートシチ、14番スティールレイダーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番パンディーロ、その後には8番ドミネートシチと13番Gソウルブラザーが続きます。13番Gソウルブラザーが後ろから追ってくる、先頭か。13番Gソウルブラザーがゴールイン。続くは8番、川崎第7レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは7番レモマイカーが好スタートを切った。並ぶように8番ムーラン・アルザン、2番マリノ・ヴィーナスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ムーラン・アルザン、その後には7番レモマイカーと2番マリノ・ヴィーナスが続きます。3番バトルホッパーが先頭に立つか、追い抜くか。3番バトルホッパーが1着見事。続くは8番、1番、2番か。川崎第8レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは9番エスペラードが先頭に立ちます。並ぶように10番エキルリ、12番ベストオブケリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番グレートノイズ、その後には1番鬼の卵と10番エキルリが続きます。10番エキルリが先頭に立つか、先頭か。10番エキルリが1着見事。続くは3番、7番、5番か。川崎第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは6番恋に落ちてが好スタートを切った。後を追うのは4番サンエイジロー、2番モーモーブラックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番恋に落ちて、その後には4番サンエイジローと2番モーモーブラックが続きます。4番サンエイジローが後ろから追ってくる、先頭か。
4番三栄二郎がゴールイン。続くは6番、7番、5番か。川崎第10レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは4番ライジングサミットが先頭に立ちます。後を追うのは7番リーチアディール、2番キャッツライズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番リーチアディール。その後には4番ライジングサミットと6番永田エースが続きます。1番北高花道が追い上げてくる。追い抜くか。1番北高花道が1着見事。続くは7番、5番、8。川崎第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。6番ビスバルトが前に行きます。後を追うのは10番ゲットアップゲート、11番雪国か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ビスバルト。その後には10番ゲットアップゲートと13番ベールトゥマランが続きます。7番キングオブカズが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番キングオブカズが1着見事。続くは13番、6番、2番。川崎第12レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは12番マイアミが先頭に立ちます。並ぶように13番ダイナミックリュー、8番グローリアスメイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番マイアミ。その後には8番グローリアスメイと4番アポロリリーが続きます。4番アポロリリーが先頭に立つか、先頭か。4番アポロリリーがゴールイン。続くは9番、3番、1番か、アンか、アンか。